来た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 、プレイヤーズコンベンション愛知2023、その会場で日曜日行われたスタンダードオープン、準々決勝スタンダードオープンサポーテッドバイ楽天ブックス、このトーナメントの準々決勝を皆さんにご覧いただきましょう。フィーチャーにお越しいただいたのは黒田正宏さんと鈴木和弘さん、8勝1敗7勝0敗2分けの両名による準々決勝は別室で行われたわけですが、黒田さんの背後にパネルがあるように優勝者には4000ドルの賞金が贈られるということで、これ今ちょっとねドル的に結構な額になるというのもマジックはやっぱ海外資本のゲームなのでそういうところはありますよね。さあ、ゲームの方は結構ザクザク進んでいて、黒田さんの方が、青白の、テンポデッキ対して、鈴木さんの方が、エスパーミッドレンジということで、やっぱりこのスタンダードの本命前の環境からあんまり変わってないということはそれだけ強いという証明ではある、このエスパーがやはり決勝ラウンドには多く勝ち上がってきているような感じですけども、この青白にも注目ですね。黒はもはや不要と言わんばかりにスクーナー戦を手に入れたことで打点を伸ばしていく手段はラフィーン以外にももたらされて、で、このスクーナー戦の探検もある種防御のような手札の質を高めてくれる、これで十分だと判断したプレイヤーによってこう作られた形なわけですが、さあ黒田さんセイレーンでこのスクーナー戦に乗って攻撃を仕掛けていく、対して鈴木さんは騎士トークンを特目から生成しながらこのラフィーンで防御を狙っていくというところ、ここで黒田さんも白の特目呪文から騎士を出しつつ、はい、特目トークン同士で相打ちと。さあ鈴木さん、ここからさらにコウモリで手札を確認したいという動き、これに対して黒田さん青白、青白フラッシュと言いましょうか、青白のテンポデッキどう動いていくか。盤面には人間トークン1体婚礼の発表がカウンター2つまで進んでいて、さあこの人間を生贄に書き消しでコウモリは打ち落とす形、鈴木さんこれでターン終了。このスクーナー戦と婚礼の発表が機能して黒田さんがかなりこう勝利に近いコンディション持ってはいるものの、ただ鈴木さんにもラフィーンがいるので、ただこのラフィーに触れるカード、タフネス4以上破壊する邪悪を打ち砕くがオープンされて、この探検っていう能力もなかなかね、トップが土地なら手札に入って、そうじゃなかったらそのままにするか墓地に置くかを選んでクリーチャーにプライチを置くという独特な動き。さあここは特目プレイ、クリーチャーが全てアンタップされてプライチが乗っていく、もちろん、機体が登場して機体クリーチャーがしていたらそれにもプライチが乗った上でアンタップするという
さあ、鈴木さん、もうこれはスクーナー戦で地上攻めてくるのはしょうがないのでと、飛行を持ったクリーチャー2体で攻撃してラフィーの防御 X イコール2で誘発、2枚引いて押されている状況下での書き消し、ちょっと頼りない部分もあるので、これを1枚捨てた上で、さらにもう1枚何を捨てるか。ここは婚礼の発表をディスカードして、プライチカウンターが2つ、フェアリーの黒幕に乗りました。この43というサイズもなかなか。地上の殴り合いを捨てて空を取りに行く形になっています。さあ、黒さん、これはセイレーンでブロック、プライチが2つ乗っていたので相打ちとなりました。探検という能力の強さをこうやって見ると、まあなかなか我々が思っていた以上に、イクサラがもたらした探検、地図とかあって強かったんだなというふうに驚かされますね。スクーナー戦も本当にちょっと油断していました。昔に似たようなカードであんまり強くない機体があったので、そのせいもあってか 騙されましたね。さあ、黒さん、ここの攻撃、スクーナー戦突撃、しかし放浪王で追放される。これは結構攻守が切り替わるアクションになる。鈴木さんとしても序盤ヘッドライフ2点回復して、潤いがもたらされ、さあ、しかしここは邪悪を打ち砕く。これでラフィーンは対処し、2枚目スクーナー戦が出てきて、特目で乗っていた人間がアンタップ。しかも、この他の探検で邪悪を打ち砕く2枚目も見えている。これもなかなかやらしくプレッシャーになっています。さあ、放浪王でトークンを出しながら、特目プレイというところでしょうか。はい、5マナ寝かせて特目プレイ、侍にプライチが乗る。さくらさん自身のターン、ここは乗って殴ってミジックスからのダニトークンがスクーナー戦に乗るっていう、このダニも乗れるこの登場位置というサイズ、機体としては相当に優秀ですね。そしてそのダニに探検をさせる、一体どのような冒険物語だったのか気になるところですが、土地が手に入り、そしてエンチャント特目を邪悪を打ち砕くで破壊。今のところ本当に黒田さんの探検が機能していて、鈴木さん、これはたまらず投了となりました。打ち消し、探検、俊足、インスタント除去。確かにこうしてみると青白2色でも十分に、エスパーデッキがやっていたような動きができて戦えるんだなというふうに思い知らされますね。さあ、黒田正弘さんのリストがこちら。予選ラウンドでゆくひろさんが使っていたデッキに似ていますが、まあ、全てが同じというわけではございません。ティシャーナの牛を縛り、これが入ったことでよりこう青白2色で十分というふうになったのでしょう。ティシャーナ、スクーナー戦、そしてセイレーン。こうしてみると青はかなりスタンダード的には強力なカードを得ていたカラーということで、まあ、恐竜とかね、発見とかインパクトのあるものにちょっと目を奪われがちではありましたが、発売から1週間後のスタンダードオープン決勝ラウンドに残ったデッキには、イクサランがもたらした青い新カードをふんだんに使ったテクニカルなデッキが勝ち上がってきています。
さあ、そんな青白に対して立ちはだかるこちらエスパからラフィンデッキ。まあ、そうですね、こちらもスクーナー船とコウモリというイクサランの新戦力を得ていて、まあ、これも面白い構築が本当に定着したなという感じですね。スクーナー戦は2ターン目に出して3ターン目ラフィーンに乗って殴るみたいな動きもできて、いろんなデッキの2マナ圏をこう埋める可能性があるんじゃないかなというふうに、世界中のプレイヤーが注目しているカード。このスタンダードオープンの結果もスタンダードメタゲーム影響を大きく与えそうですね。やっぱり大会で結果残したデッキリストがネットで回ってくると、それをコピーして真似てランク戦をやってみようっていう発想に至るので、でランク戦にそういうデッキが増えると、それをさらに対策したデッキがというふうにメタゲームが循環していくと、いつまでもマジック構築フォーマットを楽しめる。これは最高なんですけどもね。昔は本当にグランプリが開催されるたびにスタンダードの流行りのデッキが変わると、2週間に1回ぐらい新しいテクニックとかが出てきて、ワーキャーしながらフライデーナイトマジックでプレイしたものです。さあ、セイレーンスタートの黒田さんに対して鈴木さんは2ターン目にコウモリで手札を確認。サイドインアウト的には5バカーンが入ってきているんですね。ここは放浪王を追放。まあ、後の厄介な除去兼打点になる放浪王を対処して、さあ対して手札の内容がバレてしまった黒田さんですが、今度は逆に5バカーンでその手札を明らかにしていく。そこからまあ、最も軽く出てきて厄介であろうフェアリーの黒幕を選んで唱える際のコストに追加をかける。そしてセイレーンでこの5バカーンを攻撃。この流れるような動きはいいですね。さあ対して鈴木さん、ここはラフィーンからこちらも流れるようなスムーズな動き。コウモリが防御して2点ドレインというパンチ。これが強いんですよね。さあセイレーンが探検をしてめくったのはさらなるセイレーン。これは墓地に送ることを選択。まあ確かにこの状況でドローはしたくない。さあラフィーンが立ちはだかっているので、ここはセイレーン立ててターンエンド。さあ鈴木さん、このターンどのような攻撃を見せるでしょうか。ここはラフィーンが短期で攻撃。金属界の沿岸を捨てました。これはセイレーンでブロックして、まあ何事もなくというところですが、手札の不要な土地を捨てたかったので、コウモリで殴ると相打ちになる危険性、それを避けるためにここはラフィーンのみでアタック。さあ対してセイリンが立っているところに、コウモリが立っているところにセイレーンで攻撃。5バカーンの前にブロックを誘いますが、これには、
黒の追放除去。そしてターン終了になりましたが、さあ鈴木さん、ここもちょっと悩ましいが、まあ2体で攻撃。ここはティシャーナの牛を縛りで防御能力を打ち消して、さらにその防御が打ち消されたことで、これはラフィーンが能力を失っている状態になっているのかなと。すごいですね、このいろんなものを打ち消して。さあ鈴木さん、ここは放浪王をプレイ。侍を展開してターン終了。しかし黒さん、これにはちょっともう押されすぎてどうしようもないと、投了となりました。ちょっと手札の内容も芳しくなかったようですね。さあこちら、まあ、かなりこう無駄をデッキの贅肉を削ぎ落として、ダイヤモンドの結晶のように磨き上げた青白という感じで美しいですね。ミジックス4枚とかが結構すごいですよね。これでスクーナー星に絶対乗るという、スクーナーに乗るクリーチャーが切れることを防ぐためのそういう選択。まあスクーナー戦のみならず、ミジックスでトークンダニバラ巻いて、イクサランのあの1マナ12の兵士で、クリーチャー3体かアーティファクト込みでも OK、 3つタップしてプライチ乗せて戦術、この動きを後押しすることもできますし、いろんなテクニックが詰まっていて、こうプレイして楽しいデッキなんだろうなというふうには思いました。さあ対して、こちら鈴木さんのエスパーサイドからはどういったカードが入るでしょうか。まあ、実際には、黒の追放、なんたらの選定ですね、毒カウンターが3つ以上、つまり堕落していないと効果範囲狭いんですが、効果範囲狭くて十分と、2マナの追放除去で全然強いよということで、さまざまな黒いデッキのサイドボードに取られて、まあ、特に死亡すると能力が誘発する類のクリーチャーがターゲットですが、まあ、のど首狙いが当たらない、青白のスクーナー戦といったようなクリーチャーも除去できるので、まさにかゆいところに手が届く1枚となっているのではないでしょうか。皆さんもサイドボードに検討してみてください。あとは小さいクリーチャーが多いということで、避難の道を入れるかどうかとか、先手後手で後手番なので3ターン目に相手のパパンと展開してきたクリーチャーを捌ける要素があると安心できるのかもしれません。さあプレイヤーズコンベンションでも、まあ、定番のイベントになったスタンダードオープンですが、楽天ブックスさんにスポンサードしていただいております。賞金は$4,000、そして、副賞として楽天ポイント5万ポイント分がもらえるということで、まあ、そして何よりもイクサラン発売から1週間後のスタンダードで、まあ、日本で一番大きな大会で勝ったぞという栄誉ですね。さあこの大会の歴史に新たに名を刻むオープン優勝者は誰になるのか、楽しみなところでございますが、まずはこの準々決勝、黒田さんと鈴木さんのフィーチャーマッチご覧ください。まあ黒田さんは日本人初のプロツアーチャンピオンとしても皆様によく知られていて、最近では、怖い顔のおじさんだけどフレンドリーというネタもすっかり定着して、まあ、でも僕が彼についてやっぱり一番知っていることは、本当にマジック好きだなと、中毒だなというところですね。カードさえあれば延々触っているのではないかという。
さあ、そんな黒田さんがマリガンを行って3ゲーム目。さあ、新しくこう出てきた兵士にフォーカスしたね、アゾリウスから青白のデッキはすでにありましたけども、まあ、そういう別に兵士タイプに寄せているわけでもなく、まあ、アゾリウススクーナーとか言った方がいいんですかね。とにかくあの船をいかに強く使うかというところに焦点を置いた、そんなデッキに見えますけども。さあ、6枚の手札をキープして、1ターン目は不穏な闘病地ですかね。鳥になる土地。2ターン目も土地を置いてターンエンド。対して鈴木さん、さあ、こちらも闘病地を置いてエンド。そのエンドに、徳目から2に騎士。隙なくテンポよく攻め手を展開して殴っていく。リスクは踏まずに、めちゃくちゃ大きいリターンもないがというような安定感を重視したデッキ。そういうのが好きなプレイヤーも多いんじゃないでしょうか。特にまあ日本のプレイヤーはそういうデッキを好む傾向が特にあるなと。こういうトーナメント見てると実感しますよね。さあ、鈴木さんはそのトークンを切り崩しで落として、ラフィーノ等タップインゴ。黒さん、デニックを出してターン終了。鈴木さんがそこにトークン置くから騎士トークンを出していく。さあ、婚礼の発表が出てきましたね。これは結構きついですよ。このエンチャントがメキメキ機能をしだすとアドバンテージ差開いていく。この特にマリガンを1回している状態では辛いところ。さあ、特目からクリーチャー強化狙いましたが、ここは呪文貫きも合わせられ、そして放浪王でデニックは追放。ちょっと一方的な展開になってきたか。さあ、鈴木さんが盤石の盤面を作り上げていく。これに対して黒田さんはスクーナー戦が2ゲーム目もスクーナー戦暴れ回ることはなかったですし、やはりそこがキーカードなんでしょうね。素のクリーチャーのサイズでは打点では絶対勝てないと。さあ、ここは闘病地クリーチャー化して攻撃、土地がクリーチャー化して殴って地図トークンを得てターン終了。起動して探検するところまではいかず、土地は2枚立っている状態ですね。さあ、鈴木さんもこれ闘病地をクリーチャー化させて地図トークンを得ますと、数で押して、しかもこれで婚礼の発表でドローンもできる。こちらは地図を切って探検、スクーナー船が見えました。これはそのままか。はい、そのままで宣言してプラ1が置かれてターンエンド。婚礼の発表でそのままドローされて、クリーチャーは全員プラ1修正。
こうなると同じ闘病地コントロールしてても一方的にやられてしまうので、かなり戦いにくい状況にはなっている。対処しなければいけないパーマネントの数がやっぱり多いですね。さあ、婚礼からの人間軍団、闘病地、放浪王などは何とか倒しましたが、というところで黒さんが出したのはここデニックですね。まあ、2、3、ハンコン、ブロックに回して、たとえ打ち取られても墓地から高麗でもう一度プレイできる。で、ここは地図、軌道から探検で邪悪を打ち砕くがオープン。これはそのままにしてターン終了。他のエンチャントが出てくればそれを割る。あるいはパターフェンス4条のクジが出てくればそれを対処する。そうでなければ婚礼の発表を割って全体のサイズを下げてもいいですしね。さあ、鈴木さん、ここで闘病地クリーチャーか3点ダメージ打ち込むスクーナー戦、これは黒さんがかき消しで打ち消して、さあ押されてはいるものの、なんとかデニックも3、4探検を経てサイズアップして攻撃に転じることもできました。さあ、この攻撃受けてハンコンで回復もあってライフは入れ替わる。そしてさらに地図を切って探検、ここはスクーナー船がめくれてデニックさらにサイズアップ。ただここのスクーナー戦はもう間に合わないと判断しての墓地送り、邪悪を打ち砕くで婚礼の発表を割ってクリーチャーの全体のサイズも下げて闘病地をより攻撃しやすくしようという動き。ただここ探検から徳目めくってのプライチ乗ってトップにそのまま。さあ、人間が2体で殴る。そしてターンエンド。ライフはイーブン。クリーチャーの数は鈴木さんが勝っているというところで。いや、こうやって見るとエスパーも着実に新戦力を得て、大元はね、打ち消し、除去、放浪、ラフィーンという大元は変わっていないにしても、ちょっとずつ次のステップに上がっていってるデッキなんだなと。さあ、黒さん、この状況をかなり悩んでいますけども、さあ、どのようなアクションを選択するか。さて、さんまながら婚礼の発表、ちょっとすでに採点になっていましたが、苦笑いしながら発表をプレイ。これでさらにアドバンテージを広げにかかるが、ここはターンエンドを宣言。まあ、マナーがオープンなことで放浪が出てくることをケア。ただこの婚礼の発表、邪悪を打ち砕くですぐさま破壊され、さらに喉首でデニックも落とされてと、
ケアしたものと違うものがちょっと飛び出してきて、クリーチャーエンチャント主要なカードちょっと全滅になりましたが、さあ鈴木さんがここで特目をキャスト全員がアンタップ、対して黒さんはエンドにミレックス起動でダニトークンを出す。ただこの状況はもうひっくり返しようがないと投了を宣言。勝ったのは鈴木さん、エスパー対アゾリウス、今回はエスパーの勝ちとなりました。まあ、キーとなっているカードは本当に2回打っていて、婚礼の発表、スクーナー戦、そのあたりをめぐる攻防、見応えがありました。青いテクニカルなデッキ同士の戦いは、ラフィーンを収穫としたエスパーデッキを使った鈴木さんが制しました。それでは準決勝でまたお会いしましょう。